ただもは、日本の弁護士、元裁判官。少年受刑や子どもの権利などを扱い、特定非営利活動法人子どもセンターパオ理事長、全国不当行新文社代表理事、ナムサン大学大学院法務研究科教授等を、歴任。兵庫県山ヶ崎市生まれ、一橋大学法学部在学中に、旧司法試験に合格。1967年に大学を卒業し、 司法収集を経て、1969年裁判官に任官。家庭裁判所で少年事件を扱うなどし、1988年、金沢地方裁判所判事を最後に退官。1989年に名古屋弁護士会弁護士登録。少年事件の国選弁護人を務めるなど、少年事件や子供の権利などを扱い。 愛知県弁護士会子どもの権利特別委員会委員長子どもの虐待防止ネットワーク愛知理事豊川市主婦殺人事件弁護団長名古屋大学女子学生殺人事件主任弁護士などを歴任1990年愛知学院大学法学部非常勤講師医療事故情報センター常任理事1九9五年一橋大学法学部非常勤講師 1997年名古屋市児童相談所児童、福祉専門院。1998年中京大学非常勤講師、特定非営利活動法人全国不登校新聞社、代表理事。2002年富山大学非常勤講師。2004年から2011年まで、ラム山大学大学院法務研究科教授。2006年特定非営利。 活動法人子どもセンターパオ理事長。2012年から2014年まで、ナムサン大学大学院法務研究科非常勤講師。ありがとうございます。